4月16日火曜日深夜3時になりました。これ154円のね、半ばまで進みましたね。これどこまで行くのか本当に想像がつかないわけですけども、この状態だけを見れば上昇トレンドでバイのポジションをいくつでも立ててね、追撃していけばいいなとは思うんですよ。ただこれ介入水域だいぶ超えてますからね。そして神田財務官ですけども、アメリカの同じ立場の FRB の財務官と頻繁に連絡を取ってるようです。ということでね、介入のタイミングを探ってるんじゃないかなと思いながらの相場解説になります。ちょっとこちらをご覧ください。ニュースとしてはですね、神田財務官が為替事情について、アメリカの財務官と中銀 FRB の幹部と頻繁に連絡を取り合ってるということらしいです。これが9時間前の報道なんで、4月15日の、夕方ですね。18時前後ということになっております。つまりですね、急激な円安に際して、アメリカ国債やドルを売って、このね、円高への圧力をかけようとするわけですけども、やっぱり相手方のいることなんですよ。本来なら、日本のことだけを考えてやればいいんですけども、なかなかそこはね、アメリカでも利益を牛耳りたい方がいるそうなんで、じゃあ、神田財務官がね、これから、じゃあ大量の米国債売って、円高の方向に介入しますよっていう直前に、ドルに売りポジションを持っておきたいアメリカの方もいらっしゃるわけでしょう。で、そういったところに気を使いながらやっていくということですから、インサイダーといえばね、インサイダーなんですけども、その辺、やっぱり権力を持った人が利益を持っていくってことで上手にやるんじゃないですかね。私たちはどっちかというとそういうのを想像しながらやられる側なんですけども、そういった仕組みがあることを考えたらね、少なくともやられっぱなしじゃないような方策を立てることはできるのかなと思います。ただいつ介入がどのぐらい入るのかはやっぱり分かりませんのでね、そんなことが分かったらもう締めたもんですよ。ということでね、今週は基本的にはもう手を出せません。介入が起きるまで何ともできませんね。で、介入が入った後、やっぱりトレンドの方向に向かうバイの方で、取り返す、反値戻しなりね、行くってことがありますけども、今のところ介入を狙ってポジションを立てるなんていうね、ギャンブルみたいなことしか私たちは対抗できないですよね。さらにこれ、バイでね、ポジションを立てるってのは非常に勇気がいることですから。どちらにしてもテクニカルでは全くありませんので、今週テクニカルはほぼ使えないということになりますね。前人未到の154円台、そういうことになります。次にね、この円安に拍車をかけてるのがイランとイスラエルの対立です。これもう戦争と言ってもいいでしょうね。で、アメリカは基本的にイスラエル擁護の動きです。で、G7 もそれに追随して、そしてこの度ね、中立を守っていた日本も、このタイミングでアメリカにね、国賓として招かれるなど、イランに対して敵対と思われる行動をとってるわけですよね。つまり G7 に足並みを揃えたのが岸田総理の独断なんですよ。ということで何が起こるかっていうとね、イランからの石油がもう日本に入ることが望めなくなってくるんだろうなっていう不安があります。ですんで、原油高が進んで、で、ドル高に向かうと。で、アメリカのドルの利下げの方も、もうちょっと先送りするというね、情報もありますんで、これますますね、円安が進むんじゃないかなっていうところがあります。ちなみに、バイデン大統領は、イランとの戦争を望まないよっていう声明も出してるんですよ。ただね、そうは言っても、イスラエル、の協力をしているアメリカをはじめとする G7 のことを考えると、イランはどっちつかずのバイデンさんがね、適当なこと言ってるなとしか思わないでしょうね。ちょっとね、中東情勢もすごく緊迫してきて、で、ロシア、ウクライナも相変わらず続いてるでしょう。これ、ユーラシア大陸で、大規模な戦闘状態ってことになってくるんじゃないですかね、これは。ものすごく危なっかしい中東、そしてロシア、ウクライナ情勢です。エネルギーの資源と、それから食料資源と、ダブルでね、
なんか私たち、まあ、輸入立国、日本はピンチに追いやられるのではなかろうかと思います。そして、かなりね、日本の状況、この3年で悪くなりましたんでね、岸田総理の采配が、まあ、すべてをね、もうダメにしているということに見えますけども、ちょっと為替とは違う話なんですが、どうしてもね、今日この話題に触れたくってお話しさせていただきました。それでは。